海 k C-100 ナラオン海慶 C-100 ナラオンは韓国航空宇宙産業が開発、製造した韓国の4人の離点翼単発系飛行機である。ナラオンという名前は一般の意見をもとに選ばれた。韓国で開発された最初の民間航空機という特徴がある。民間市場への参入を目指し、2008年に KC-100 の開発を正式に開始した。 基本的な構成は従来型に近いが複合材の採用や最先端技術の採用により従来のライバル機に比べて10%以上の低燃費を実現した。2011年7月15日、KC-100 の試作機が初飛行を行った。2013年3月22日には飛行試験を成功させ、その後すぐに形式証明を取得し、 民間事業者への使用が許可された。2010年代には、会は、大韓民国空軍向けに、軍用練習機用派生型 KT-100 の開発を開始し、2015年に初飛行を行った。韓国の航空会社である、韓国航空宇宙産業は、創業以来、9-1スリオン、T-50 ゴールデンイーグル、 KT-1 運びなどの韓国政府と軍のプロジェクトを中心に活動してきた。会社役員の何人かは従来の政府主導の軍事プロジェクトを超えて商用及び民間航空部門にアピールする方の生産を望んでいた。何十年もの間、韓国は国内の選択肢がないためすべての非軍容器の輸入を余儀なくされてきた。しかし将来の民間機は 既存の軍用機とは根本的に異なる対空照明を経る必要がある。このプロセスに合格するには民間航空機の就航が完了する必要がある。このため、同社は国内の航空産業を監督する規制当局である韓国民間航空局と緊密に調整しながら民間プログラムのアイデアを磨き続けていくことになるだろう。会は4人乗りの民間航空機が カス23章の下で、まずまず認証される可能性があることを確認した。提案された航空機は、個女が提供するガイダンスによって洗練された、独自開発技術の割合が高いものを使用して、開発される。会の技術者は、複合材を多用することで、重量と燃料消費量の両方を大幅に削減できると、考えていた。また、航空機の90%までの技術は、 国産由来でできると判断された。プロジェクトの主要な設計目標は、現代の他の同クラスの航空機よりも10%以上、燃料効率が高く、キャビンの幅がシーラス SR-22 やセスナ400よりも約1から2インチ広い航空機を製造することであった。この航空機に採用された全体的構造は、主に従来型のもので、 低翼と従来型の尾翼を組み合わせたものであった。2008年6月、正式に開発作業が開始された。この時点では5年の開発期間でプロジェクト完成が予想されていた。2010年5月に予備設計が完了し、同年末頃の完成を目指して試作機第1号機の作成が開始された。2011年のコメントによると、 同社は2013年半ばに納入開始予定で、1機、あたりの予想価格は57万 5000US ドルで、あると述べている。今後は、KC-100 の開発完了に続き、ビジネスジェットなどの民間プロジェクトにも着手したいという。2011年6月15日、試作機第1号機が初飛行を行い、その後すぐに飛行試験を開始した。今後は会話、 韓国国内だけでなく、欧州航空安全機関、連邦航空局の形式証明を取得し、世界各国での販売を目指しているという。試験飛行の約半分は、KC-100 の空力特性の調査と検証のために行われ、そのうち17%がアビオニクスの証明、10%がエンジン、7%が構造に関するものであった。 2013年3月22日、古女と共同で実施された飛行試験プログラムは2機の飛行試作機による559回の飛行を経て正式に終了した。その1週間後、KC-100 は形式認証を取得した。会 KC-100 なら音韓国航空宇宙産業の KC-100 は 小規模な商用、通勤、飛行訓練、レジャープライベートフライトなどの一般航空を目的にした4人乗りの軽飛行機である。主に炭素繊維を使用した全複合材の機体を採用している。このような素材を使用することで全重量を減らし、製造を簡素化し、メンテナンスコストを削減している。広々としたキャビンは、レジャーとビジネスの両方の顧客に利用されるように、 設計されている。キャビンへのアクセスは胴体の両側にあるガルウィングドアから行われる。KC-100 の空力特性には相当に気を使って開発されている。例えば、送流翼型とウィングレットを採用し、フライトコントロールには機体の横方向の安定性を高めるためのアリーシステムを採用している。アリーは KC-100 の飛行試験プログラムからの フィードバックに基づいていくつかの改良をしたものの一つである。アビオニクスは、アビディンはアンテイグラーグラスコックピットを組み込み、これは、フライトコントロールシステム、デュアル高解像度統合フライトディスプレイ、MLB700、MLX770 データリンク、FMS900W 飛行管理装置、デジタル VHF ラジオ、DFC100 オートパイロットを含む、 様々なサブシステムを搭載している。重要な安全機能として航空機衝突防止装置を搭載している。KC-100 は米国製コンチネンタルチフ -550 軽ターボチャージャー315馬力ピストンエンジンを搭載しファデックシステムで制御されている。2010年にはトレーナー市場により適していると考えられるアベガスではなく より安価なディーゼル燃料を使用するアウストロ a e 3 0 0の採用が熟慮された。エンジンは複合材3枚バネ a ー C2 ハァーチェル、プロペラを高照回転数 2500rpm で駆動する。また、TKS アンチアイシングシステム、空気調和補助酸素システムを標準装備している。KC-100 にはスピンリカバリーパラシュートシステムが搭載されている。 これは搭載センサーが強いスピンを感知すると自動的に展開し、パイロットが機体を安全にリカバリーできるように支援するものである。SRPS は標準装備品ではなく、オプションの追加装備として利用できるようになっている。2014年5月、韓国空軍主管学校は、KC-100 の軍用訓練基盤、KT-100 を取得するための MOU を締結した。 これはこの航空機を受領する最初の大型契約であった。KT-100 が納入された後は、現在同行に配備されている20機のイ遺留シ入ル1 0 3の後継機として、同行の学生たちが飛行に慣れ親しむために使用される。2015年10月5日に、KT-100 初号機が初飛行を行い、その時点では2016年中には、 前期が納入される予定であった。データの出展、アベウェブと改正のオアビオニックス。ありがとうございます。